異なる変則ルールルルーーーで行うゲームやそのルールを指す基本的には、任意のゲーム類とそのルールに関して適用可能な概念であるが、チェスなど二人例は有限確定完全情報ゲームに多い本流ルールが確立しており、通常は、ほぼそのルールで遊ばれるゲームについていい、麻雀のようにローカルルールの類が多数あり、 それらのいくつかを適用して遊ぶのが通常であるゲームについてはあまり言わない。代表的な具体例としては、世界的にはフェアリーチェスが代表的であり、日本ではそれに加えて変速詰め将棋がフェアリー詰め将棋として代表的で、それらを指して単にフェアリーとすることも多い。指しチェスにおいては、ラクダ、バッタなどの特殊な動きをするフェアリーコマの導入。 異なる初期配置などが存在する。また、チェスプロブレムでは、上記のルールに合わせて、特にメイトを目的としないチェスを用いたパズル全般も、フェアリーと呼ばれる。他に、基本的には、通常のプロブレムのルールの上で、その盤面に、どのようにして到達したかを求める、レトログレード解析による解放を、主な思考とした、レトロプロブレムもまた、 フェアリーとして独立した一分野として、多数の作品が発表されている。爪将棋においては、バカ爪、自殺爪、特殊駒導入、安南ルール、展示クルールなどがある。爪将棋雑誌の、爪将棋パラダイスには、フェアリーランドというフェアリー専門のコーナーが存在する。一年で最も優れたフェアリー作品に与えられる、賞は、養成賞という名称である。 その他の将棋関係については変則将棋や将棋類の一覧の記事を参照のこと。ハットとはいえ宇宙マージャンのようにフェアリーと呼ぶのが良さそうな例もあるが、日本将棋ではルール上詰将棋にそのような趣向はないが、チェスのルールではアンパスさんのようなある盤面においてその直前の手がどのような手であったかに依存する。 可能な手が存在するため、それが関与する出題が可能となる。ありがとうございます。